動画をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。競馬ブック当日版、調教欄の見方、今回第3弾ということで、競馬ブック販路調教担当の青木と、アシスタントは前回に続きまして、立冬の業務の、山崎さんにお手伝いいただきたいと思います。どうぞよろしくよおろし願くいおし願まいしす。ます。競馬ブック当日版の調教欄で表示変更がありましたね。そうですね。まず馬場開場直後、またこのハローがけ直後の調教タイムを太字に変更いたしました。この部分ですね。青木さん、ハローがけとは何ですか？そうですね。ハローがけというのは、馬場をね、荒れた馬場をきれいにするということなんですけれども、これ別のね、競技で例えて言いますと、よく野球がね、5回裏とかにこうグラウンド整備でこう車がバーッと入ってグラウンド鳴らすと思うんですけども、ああいう感じの、いわばグラウンド整備みたいなものと思ってもらえばいいですね。なるほど。馬場を整備することをハローがけというんですね。では今回馬場開場後やハローがけ直後の時計を太字にしたのはなぜですか？馬場開場直後や、ハローがけ直後で、時計の出やすいコンディションであった時の時計であるということを示しています。走りやすい馬場で追い切った場合と、荒れた馬場で追い切った場合とではタイム差が出てきますので、時計の、進化といいますか、価値を見極めるための、重要なファクターとして、今回この文字を、太くすることを、新しく試みております。ただし、ダートコースの場合ではハロー直後でもタイム的な差はそれほど見られませんので、ウッドチップ関連コース、立冬の CW、立冬半路、美保南の W コース、あと美保の半路コース、その4コースのみを、太字表記することにしています。時計が出やすいとのことですけれども、タイム差はどのくらいあるんでしょうか？半路コース、ウッドコースのね、ハローがけ直後、あと朝一番ですね、開場直後の馬場というのはかなり早い時計が出ますね。そうですね。具体的に数字で記しますと、そうですね、1秒から2秒ぐらい、極端に言えば差が出る時もありますね。競馬ブックの紙面には、出走馬の調教ベストランキングというコーナーがあります。そちらにね、ランクインされているまで、太字になって、調教が太字になっていない馬が入っていたとしたら、それはね、ちょっと買い材料と言えるかもしれませんね。ひょっとしたら馬券につながる可能性もあるかと思います。それから当日版には調教に関して注目するところがありますよね。各コースの調教一番時計と馬場状態という欄があります。その種の、追い日ですよね。水曜木曜に、追われた馬の、一番早かった時計、それと、その馬名ですね。それが記してありまして、あと、馬場状態に関しましては、16文字とね、ちょっと短い文章ではあるんですけれども、その週の、どういう馬場状態であったかということと、あと、水準的なタイム、これも記されておりますので、このね、水準タイムよりも、早い追い切り時計を出していて、なおかつ、細字の馬ですね、太字になっていない馬は、ちょっと、買いというかね、覚えておいてもいいかもしれませんね。他に調教欄で変更したところはありますか？各馬のね、調教評価を一目で分かるように、5段階で、この馬名のね、右側に矢印をつけているんですけれども、その中で、特にも状態が良さそうな馬ですよね。真上、それと、右斜め上というのがあるんですけれども、それに関しましてはね、今回は太字で表記するようにしました。状況の良し悪しが見やすくなっていいですね。ちなみにね、2013年の秋華賞では、この矢印をね、斜め上にしました、名将マンボとスマートレイヤー、こちらのね、が1、2着に行きまして、これね、見事にバチッと決まったかなというレースでしたね。このようにより分かりやすく、より詳しく、調教欄も進化させ、皆様に提供していくように、日々研究しています。この調教欄の見方は今後もシリーズ化していきます。
またホームページでは調教欄の見方を PDF で提供していますので、そちらもぜひご利用ください。最後までご視聴ありがとうございました。